東証マザーズ上場ロードスターキャピタル株式会社岩野達志社長です。岩野社長どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は上場企業の経営者の方にお話を伺います。直接私がお話を伺うことでその企業が目指している世界観やビジネスモデル、足元の業績、さらには今後の展開について皆様と一緒に情報を共有していきたいと思います。このチャンネルの一つの目標が IR がもっと分かりやすい世界です。それでは今日のゲストをご紹介いたします。東証マザーズ上場ロードスターキャピタル株式会社岩野達志社長です。岩野社長どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は本当に楽しみにしておりました。それこそ非常に楽しみにしております。ありがとうございます。はい、御社は不動産フィンテック関連の企業で、はい、特に今ね割安成長株というところでもうずっとマザーズで割安ナンバーワンを出しております。そんなことなんですけれども非常に、ね、今注目度が高まっていますね。はい、でまあ御社は本当に足元業績情報修正も出されているので、はい、詳しいお話を伺いたいと思います。はい、でまず冒頭でいかに御社がこう、まあ、力強いというか、はい、堅調な企業であるかというところを数字でちょっと確認したいんですけれども、はい、まず驚くべきは9期連続増収増益。これなかなか立派ですよね。はい、非常に成長力がありますし、はい、あと営業利益の高さがちょっと驚くべきですよね。はい、不動産業界の中ではかなり高い方だと思います。そうなんですよね。で数字を見てみますと2016年から2021年にかけて売上高は 3.8 倍なんですが、はい、さらに当期純利益は 7.3 倍と、はい、利益率が非常に、ね、加速的に高まっています。そうですね、年々上がっていってる、ね、さらに業績見てみますと2021年12月の段階で営業利益 30% 超えということなんですよね。このあたり、ね、詳しい内容を伺いたいんですけれども、こういうような高利益体質どういった仕組みなんでしょうか。そうですね、まあ、弊社の場合ビジネスが、まあ、いくつかラインがありまして、まあ、その不動産の投資領域とフィンテック領域、まあ、クラウドファンディングの領域があるんですけども、利益の大きなところでいうとやはりその不動産投資領域のところが大きいです。でバランスシートを用いて投資するところが大きいんですけども、比較的5年10年ですかね、まあ不動産のマーケットが非常に好調であるのと、やはりそのいろいろ付加価値を加えていくことによって物件の価値を上げて、それをまあしっかりと多少物件を入れ替えながら収益化していくと、それが年を重ねることによってワインのヴィンテージじゃないんですけど、やっぱり熟せば熟すほど物件の価値もしっかり上がっていくんで、昔の資産がどんどんと価値を増えていくことによってより最近になって利益が出やすい環境にはなってきております。物件の価値を高めるプロフェッショナルということなんですよね。はい、そうです、はい、ですので2020年度の営業利益率はさらに 38% とだいぶ高いですね。驚異的な数字をね、はい、予想として出されていますよね。はい、ではこんなね堅調な企業を牽引されている岩野社長の、はい、まあ、個人的な経歴に非常に興味がありますので、そこをねちょっとご紹介していきたいと思います。はい、岩野社長は東京大学卒業後、はい、一般財団法人、はい、日本不動産研究所で不動産鑑定業務をされていたと。はい、これはかなりイレギュラーな経歴なんですけども、新卒で不動産の鑑定を、まあ、日本では最大手の会社だったんですけど、そこの会社に4年ほどおりました。あ、そうなんですね。で徹底してこういろんな不動産を。そうですね、当時はまだですね日本が結構その不動産の考え方が、その世界的に見てだいぶ遅れてて、土地の価格に建物の価格を足したら不動産の価値になるんじゃないかっていうのが日本の当時の考え方で、でも世界的にはもっと不動産ってその収益性を考えて評価されるべきじゃないかっていうところがまだ結構ギャップがある時期で、まあ、日本の古い不動産の考え方と、まあ、世界的な流れのこのちょうど境目みたいなところだったんで、これは何かこの不動産にちょっとフォーカスしていろいろ勉強することによってなんかいろんなビジネスチャンスが生まれるんじゃないかというところで、当時としてはかなりレアな不動産のまず鑑定の世界から入ったんですね。入りました。でその後2000年にゴールドマンサックスリアリティジャパンで自己投資運用ファンドに携わってらっしゃる。これは何をされてたんですか。これはですねちょうどその頃にですね、ちょうど2000年ちょっと前ぐらいからなんですけど、外資のファンドが日本のマーケットってちょっと不良債権の時期もあったりして、やっぱり投資として面白いんじゃないかということで、結構そのゴールドマンとかモルガン・スタンレーとか大手がこぞって日本にやってきた時期でして、まあ、そんな中で私も、まあ、せっかくこの、ね、知識経験ある意味その不動産の鑑定っていう、まあ、評価のベースのものなんですけども、はい、これってやっぱりその新卒で入ってその鑑定の勉強をしていろいろ評価書とかも書くんですけども、じゃあいざこれが10億円ですっていう評価書を持って、その上司のところにこれ10億円で評価書きましたっていうと、いやお前それ10億じゃない8億だ
って議論になって、ああそうなんですね、これ なんで、ね、それ違うの、って言って、いや、やっぱり答えが分かんないんですよね。なるほど。なんでそれが8億で僕は10億と思ってて、でも上司の人は8億って言ってて、でも答えはどっちなの、理論のぶつかり合い、そうで、これって答えが見つからなくて、やっぱりこれはちょっと現場に行って実務でこれ不動産実際を売買してる世界に入ってみないと、やっぱりその頭でっかちになってもしょうがないねっていうところで飛び込んだのがこれのサクセスリアル。なるほど。じゃあそこで実際に売買に携われた、ね、ということなんですね。そこでその評価をする、まあ、最初はスタートは評価のアクイジションということで、まあ、主に評価のところをやってて、この外資の方々がどうやって不動産の評価をして値段値を値付けをして、まあ、実際に何百億何千億って買っていくのかっていうのを結構勉強した感じでした。面白いですね。でその次が2004年からロックポイントマネジメントジャパン LCC でエクイティ含めたこう案件を行われた。そうです。これはですね、ゴールドマンにいた時の業務がアセットマネジメントっていう業務だとすると、そのロックポイントにいた時は今度はそのファンドマネジメントっていうのかな、逆に言うと投資家のお金を預かって、逆にアセットマネジメントは他の会社にお願いして、そのどちらかというともその意思決定とお金の送金をして投資する、なんで逆に言うともう本当にちっちゃい、どうですかね、6人の会社で結構年間1000億を買うみたいなをやってて、最初にやった日本不動産研究所で理論を学んで、ゴールドマンサックス AIT というところで実際の実務を学んで、でその上でロックポイントでそれを実際に投資することによって、そのパフォーマンスがどういうふうに出てくるのかっていうのをなんかしっかり勉強した気がします。でそれを踏まえて2012年にロードスターキャピタルを設立と、まあ、万全な体制でというか、いやこの経歴をもってして不動産の社長されてる方ってもういらっしゃらないんじゃないですか。まあ結構タイミングによって、まあ、本来だったらロックポイントも日本にいてくれればそれは非常にいい会社で僕やりたかったんですけど、まあ、彼らの意思決定として、まあ、やっぱりそのアメリカの会社が日本の島国の投資をしてもなかなか理解できないし、じゃあ今のがこれ買えこれ売れって言ってでも本当大丈夫なのかって言って、まあ、説明してもなかなかね、彼らも投資家への説明責任があるんで、まあ、なかなかやっぱりそのリーマンショックの後とかもあったりして結構厳しいなっていうところで、まあ、彼らのロックポイントとしてはもうアメリカにフォーカスしましょうということになったんで、まあ、自分も辞めることになって、でそれでちょっとマーケットもまだね、リーマンあってからちょっとしばらくなかなか厳しい時期だったんで、まあ、そんな中でちょっとのんびりしてようかなと思ってたんですけど、いざまた2012年ぐらいからマーケットが戻り始めたタイミングがあって、これは大急ぎでちょっとまた会社作ってビジネスしないともったいないということで始めた経緯があったんですね。でその時から本当にどんどん成長していこう、 IP を目指そうみたいな世界観だったんですか。当時はですね、それほど高い志があったわけでもなくて、まあ、そのゴールドマンの時の同僚3名と一緒に会社を始めましょうと、まあ、せっかくこれだけネットワークも知識もあるんで、何もしないのはもったいないと、とはいえつまらないこととか、なんかやりたくないことをやってまで働きたいわけでもないと、だからまあやりたいことをやって楽しくてその結果として儲かったらじゃあみんなで分けようねと、だから最初お給料みんななしねって言ってスタートした会社なんですね。そういう感じでちょっと緩いスタートではあったんですけども、会社作ってから1年半後ぐらいかな、たまたまその今の投資家でもあるんですけども、アメリカに上場してるレンレンっていう会社の、もともとは中国の会社でアメリカに上場してるんですけども、そこの、まあ経営の方々と会う機会がございまして、それで、まあ、彼らとしては日本の不動産に興味があるっていう中でいろいろお話ししていく中で、それだったらもうロードスターに出資したいっていう話になって、我々としてはその投資家のお金をっていうかね、その外部の資本を入れるってことは全然考えてない会社だったんですけども、たまたまその方々が結構10億円っていう大きな単位のお金を投資したいって言われたんで、3人で悩んだけど、まあこれはやっぱりね、10億円は1回もらおうかな。10億円ってすごくないですか。ね、だから当時その3人しかいない会社で、まあ、4人目がまだちょうど入る前ぐらいで、まだ資本金1000万の会社だったので、そこにいきなり10億円投資したいって言われても我々もこれどうしたものかなってなんですけども、でもまあある意味期待の裏返しかなと思って、じゃあそのお金をまあ受け入れて、まあその代わりちょっと頑張りましょうと、もう少し本格的にやりましょうということで、まあ新たなステージに入った感じです。そういうことだったんですね。今でこそね、このスタートアップ投資、ベンチャー投資とっても盛んでね、何十億ってこう集まるような世界ですけど、その当時はね、当時はちょっと全くその考えもしないし、そういう時代ですよね。我々もそのベンチャーキャピタルのお金をね入れようなんて全く思ってなかったので、非常にまあ新鮮でしたというか、そうですね、まあ、我々からすると金あるならちょっと、ね、貸してようぐらいな話で話してたぐらいのレベルだったんですけども、まあ、彼らとしても面白いメンバーがいるし、結構そのマーケットの見方であったりとかタイミングっていうのが今その当時非常にいいタイミングなんじゃないかなっていうところで、結構なんかこれぐらいのなんか契約書作ってなんか
よくわかんない契約書だったんですけど、なんか一応ハンコついたのを覚えてますね。ハンコサインですね。でも見方がついたのは大きいですね。そういう、そうですね、やっぱりその10億円の会社にお金があるとリスクの取り方って全然違うんです、はい、そうですね、責められますもんね。今となってそのオーナーズブックっていうクラウドファンディングやってますけど、やはりこれをやるきっかけとなったのも彼らがお金を出していただいて、ね、出資していただいて、でこの中で何かやっぱり新しいことをチャレンジしたいねと、その不動産が屋が不動産だけやるんではなくて、せっかくなんだからちょっと世の中なんか変えていく何かをやろうよっていう中で、じゃあ何がいいかなって言ってた中で、まあクラウドファンディングが当時アメリカでまだブームの前ぐらいなんですけど始まってて、そういえばこれ日本で誰もやってないよねっていうところで、じゃあやろうって言って、じゃあもうすぐ来いっていう、そうだったんです、始まりました。なのでかなりね、国内で先行されてるイメージがあったんですけど、それはそういった背景があったんですね。そうですね、いや、 やっぱり仲間がいるというか支援者がいるというのはなかなかね、やっぱりなかなかね、自分たちでこのクラウドファンディングやるときも冷静に考えようと、これ個人からお金を集める、ある意味非常にリスクが高いというのが、お役所様的にもそういう会社ってね、ちゃんとやってるのかってやっぱり常に言われるし、監視がね、関心が高いですし、やっぱりしくじったときにそのレピテーションのリスクが非常に大きいので、かつそれがまたそのビジネスとしてその収益化するのって、当時我々が言ってただけでもこれ5年間は収益化できないよ、でそれでもやるっていう議論があって、でもいや5年間できなかったとしても、これはやっぱり10年20年長いスパンで見れば非常に価値のある話なんで、これはもうぜひやりましょうと、その分お金多少赤字が続いてもそれはもう気にしないでやろうって言ってスタートできたんで、やっぱりできたビジネスだったんですよ。そうだったんですね。で実際にね、今あの不動産業とクラウドファンディングの事業されていますけれども、はい、詳しいちょっと事業内容とミッションとかも伺ってもいいですか。はい、弊社のミッションはですね、不動産とテクノロジーの融合が未来のマーケットを切り開くっていうところで、まあ、不動産のところとテクノロジーのところっていうのを、まあ、2つの柱にやっているんですよ。はい、でまあ、不動産のところっていうのは不動産投資のところがメインになるんですけども、大きな柱としてはコーポレートファンディングという自己投資のところと、はいはい、アセットマネジメント事業って言ってる、まあ、これは投資家様のお金を集めると、はい、でまあ、もう一つのところは仲介とかそれ以外のところになります。でそのフィンテック領域でいうと、先ほど言ったオーナーズブッククラウドファンディング事業っていうのが柱となりまして、程よい相乗効果のところで弊社としてはビジネスを展開しています。この不動産とフィンテック領域、実は分断してるわけじゃなくて、はい、シナジー効果があるんです。非常にあって、どうしても弊社の場合はその決算の書類を見てしまうと、はいはい、この不動産投資事業の売上が8割、9割で、クラウドファンディングの売上数パーセント、クラウドファンディングやってる意味ないんじゃないかみたいなこと言われがちなんですけども、不動産会社って過去の歴史を紐解いていくと、リーマンショックの時もそうなんですけど、結局そのマーケットが崩れると金融機関様からね、お金返してって言われて、結構その資金繰りが回らなくてやっぱり潰れてしまったっていう感じ結構あるんですね。で弊社やっぱりこの不動産の投資をしようって決めた時に、やはりその自分たちでそのファイナンスのところっていうのをしっかりとコントロールしないと、やっぱり長いスパンでいうと会社ってその成長永続できないよねっていうところがあって、そのクラウドファンディング事業そのものは基本的にはその外部の不動産会社に貸し付けをするっていうビジネスが多いんですけども、一方で当然そのお金を集めて自分たちで運用するっていうことも当然開示した上でやることもできるので、まあ我々としてはその不動産会社が一つの面としては自分たちでお金のチャンネルをしっかり持つことによってビジネスを加速できる、まあ、リスクを取ることができるというところで、その貢献度がなかなかその数字には見えないんで、不動産の売上利益がすごい大きく見えるんですけど、まあ、会社としてはやっぱりそのこのクラウドファンディングというビジネスがあってからこそのその自己投資であると思うので、ここっていうのは非常に相乗効果があると思ってます。ああ、そうなんですね、分かりやすいです、はい、ありがとうございます。はい、そして今ねおっしゃっていただきました売上のね、はい、80% を占めるこの不動産事業、はい、冒頭でお話ししました、かなり利益率が高いと。そうですね、でこれはどういうふうな事業。そうですね、まあ、主にあったところで言うとコーポレートファンディング事業というところが収益としては非常に大きくて、自分たちの、まあ、自己のバランスシートを使って不動産を買ってきて、レッドのところで自分たちのエクイティを出して、まあ、銀行から借り入れをして、 あらゆる不動産会社と一緒で、まあ、不動産を保有しますと、まあ、その中で一部の不動産については入れ替えをしていく中で利益を出していくというような感じなんで、全部買ってきて全部転売するみたいなのではなくて。あ、そうなんですね、一部で会社としてはイメージとしては10買ってきて5を売ってるような。ああ、そうなんですね。なんで結構会社としては毎年毎年ずっと残高を積んでってるんで、昨年末の母価でいうと400億ぐらいを超えてる資産をバランスで持ってるんですよ。ああ、そうなんですね。それで、まあ、400億以上のところの家賃収入が当然数十億入ってきますし、
で一方でその400億ぐらいある中のうちの、まあ、例えばそのうちの100億ぐらいかな、まあ、そんなにも言ってないかな、100億前後を今期売っちゃいましょうと。でそれをしっかり利益を乗せて売りました。なるほど。でまた今期それ以上のものを買っていって、まあ、残高がまた50億100億ずつ年々増えてきますみたいな。硬いですね。必ずまあ利益が出ることが見えているものを売るということですね。そうですね、まあ、我々としては当然、ね、その高く買って損してもしょうがないので、そうですね、まあ、できればその保有している間に付加価値が加えられるようなものを頑張って見つけてきて、それを頑張って磨いて育てていって、どん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 その付加価値を加えていって、年を追うごとにその利益が含み益的なイメージなんですけども、いっぱいで積み上がっていって、そのうちの一部を顕在化しながら、まあ、どんどんまた追加する。それはやっぱり都心、都会の不動産というのがポイントなんですか？うん、そうですね、これもですね、自分の長い不動産経験の中で、はい、やっぱりこれ、まあ、サッカーに例えるとホーム&アウェイ方式って呼ぶんですけど、うん、やっぱりホームが強いんですよ。なるほど。で結局やっぱり情報が集まるのも、その自分たちが一番ネットワーク強いのも、当然自分たちが住んでる東京で、逆に言うとそこにアウェイとして来ていただける、例えば海外の投資家とかっていうのは、当然我々より情報も少ないしネットワークも少ない中で、はい、その不動産を買いたいって来ていただけるので、それは我々住んでる方がいい情報をいっぱい持ってるし、そのいい情報の中で仕入れたものを買って、まあ、そういうお客様方にちょっと高く買っていただいて、なるほど、その間にもっと磨いてどんどん価値を加えていけば、やっぱり利益はしっかりと確保できるかなとは思って。アウェイっていうのはアウェイの方々に売るってことですね。そうですね。あ、なるほど。で逆に言うと、ロードスターさんって地方とか海外とか投資しないんですかっていうのも聞かれるんですけども、別にその地方がダメっていうわけではないんですけど、やっぱり過去の経験で大阪にビル買いました、北海道にマンション買いましたって言っても、やっぱり大阪に住んでる人とそれ札幌に住んでる人たちに比べると、情報量も少ないし、彼らの方が当然利益出てるわけです、ってことを考えると、我々は東京に住んでるんだから、まあ、よっぽどこのポートフォリオが何兆円ってなればまた全然違う話なんですけど、まだまだ我々ひよっこの段階ですので、それでしたら一番自分たちの強い東京に今はフォーカスして、かつそこが今流動性が一番あって、海外の投資家もみんな東京のビルやマンション買いたいって来てくれるんだから、そこでしっかり勝負するっていうのが一番硬いかなと。ありがとうございます。そしてオーナーズブックにもかなりね、今力を入れてらっしゃるんですけれども、ここはやっぱり先駆者として走ってこられましたし、でも参入障壁が結構高いですね、ここ。そうですね、まあ、このクラウドファンディングやるにあたっては、我々がやってるのは金商法を用いたクラウドファンディングで、まあ、それ以外にも不得法を用いたクラウドファンディングっていうのがあるんですけども、弊社の場合金商法を扱ってるんで、第二次金融商品取引業っていう許認可が必要です、でそれを当然取るのも大変なんですが、そうですよね、でもそれよりはやっぱり運営する方がよっぽど大変。免許取った後と、あったの方がやっぱり大変で、逆に言うとこの業界って、まあ、非常に残念ではあるんですけど、不祥事が起こりながらようやく育ってきて、今に至る、まあ、金融はそうですね。でもなんで最初の頃ってクラウドファンディングって言っても、当然この我々と似たようなビジネスモデルでやる人たちいたんですけども、まあ、我々は当時からまあんまり変わらず、まあ、利回りってまあ 4% 5% がまあ個人が取るべきリスクの限界かなと思ってるんですけど、やっぱり当時では 8% 10% の配当資にするっていう人たちがいたんですよね。でそういう人たちがいると、いやロードスターさんの利回り低いしつまんないよって言われて、シュンみたいな感じで、まあ、そうは言われても俺たちそれぐらいじゃないとこれ以上リスク取らせたら危ないよってなんですけど、まあ、結果としてやっぱりそういう業者さんっていうのは何年かしの不祥事がやっぱり起こってしまって、結構もういろんな方々がどんどんいなくなってしまって、まあ、最後残ってるっていうのが逆に少なくなって、長い歴史でやってると我々がだいぶ最古さんに近いところになってるかなと。ちょっと歪みすぎているとなかなか苦しいけれども、堅実にやっていれば、堅実にやるってもそんな簡単ではないんですけど、そういうことですね。特にこのクラウドファンディングっていうと、そのまあ貸し付け型というか投資商品をイメージすると、やっぱりお金を貸すために集めるって比較的なんていうんですかね、硬いんですよね、なんだけど、それでも昔はその個人にお金を貸すためにクラウドファンディングしましょうみたいなのもあったんですけど、やっぱり当然個人の人返さないんで、なかなか機能しませんでと、で会社に貸すのもあったんだけど、やっぱり銀行さんが苦労されてるようになかなか事業に貸して、じゃあ飲食店のための、ね、お金をクラウドファンディングで集めるって言っても、ね、飲食店がじゃあ10年続くかというと、なかなか続かないと。でそういう意味で言うと、やっぱり不動産っていうのが、まあ、比較的担保も取れるし、きっちりやればそのリスクとしてはコントロールできるという中で、まあ、我々もともと実際自分たちで不動産投資してるぐらいなんで、不動産の知識経験ネットワークいっぱいありますんで、その中でそういう貸し付けもすることによってより相乗効果があるというか、その案件を蘇生するだけじゃなくて、まあ、しっかり回収できるノウハウっていうか、やっぱり不動産の目利きとそれをちゃんと回収してくるまでのノウハウがセットになってのクラウドファンディングなので、
そこができる会社っていうのがやっぱりあんまり業界ではないのかなと。投資家としても安心ですね、その目利きの上 で、ね、そうですね、個人投資家が投資できるってことですね、はい、で冒頭でねお話し出しましたこの営業利益率 30% を超える秘訣なんですが、はい、これはどんなことをされてるんですか。そうですね、まあ、当然この営業利益率 30% に達するためには、はい、簡単な方で言うと、はい、不動産はさっき言ったようにバランスで持ってるんで、うん、この家賃収入で稼ぐ分には家賃があってそこからビルを管理するコストを除いていけばいいので、結構利益率って高いんですよ、そもそものが、うん、であとはその売買のところですね、はい、当然その売買をしていく中でその 30% 以上の利益をコンスタントに出すって、うん、そんな簡単ではない。あ、そうなんですね。なんですがやはりそこっていうのは悪い言い方ではないんですけど、例えば 10% 安く仕入れて 10% 付加価値を超えて 10% 高く売れば 30%、まあ、我々からするとその間のところをいっぱい当然増やすように努力するんですけども、まあ、なかなかそのマーケットから安く買えることもそんなにないんですけども、うん、我々からするとその付加価値を加えるチャンスがある物件というのがやっぱりあるんですね。なるほど。今だったら10億円でしか評価されてないけど、こことこことここを磨くと多分ピカピカになって投資家さんがこれを15億で買いたいって言うんじゃないかっていう絵が描ければ、それに合うものを頑張って探して、で、まあ、その付加価値をじゃあどう加えるかというと、そのシンプルに一つはその物件を見た目というか、まあ、しっかりその物件のコンディションを上げて、綺麗にされるんですね、リニューアルでやったりとか、まあ、簡単なところで言うと清掃みたいなものなんですけども、しっかりとビルを綺麗にしてあげて、みんながこのビルいいよねっていうビルにしてあげると。でもう一つ言うとやっぱり今の時代の不動産って金融商品でもあるので、その不動産にまつわるキャッシュフローを上げていくと、っていうのはシンプルに言うと収入を上げるかコストを下げるしかないので、まあ、収入を上げるっていう意味で言うとより良いテナントさんに入れ替えていくとか、昔からいるテナントさんにしっかりと説明をして、まあ、その賃料を上げていくと。で一方でそのコストの面で言うと7コストなるべくそれを削っていくとか、まあ、例えば言うと電気一つにとっても昔の電球って結構消費、あるのを LED に変えるだけで電気代って安くなりますよねとか、まあ、そういうところでいろいろコストも抑えることによって収益を増やすことによってやっぱりビルの効果が上がっていく。確かにこのエレベーターの中とかトイレとか、あの共有スペースが綺麗になったビルってこっちもテンション上がるんですよね。もちろん上がりますし、やっぱりそのテナントさんからもね、こびたないこの洗面所のビルよりはやっぱり綺麗なビルで入ったらやっぱり高い賃料入れてでも、そうですよね、し、ね、特にね今時女性の方々がねこんな黒いビルだと嫌だって言って却下されるところを、あ、これぐらい綺麗でちゃんと化粧できる場所もあって、って言ったらいいって言っていただければやっぱり入っていただけるんで、もう本当そんな基本的 なそういう細かいところを綿密にこういろいろされてるところなんですね。されるし、逆に言うとそういうところが放置されてる物件を見ると、あ、これがしめしめと、なるほど、そこもやってないんだと、こんなこともやってないんだったら、まあ、一通りこれとこれとこれとこれをやっただけでもビルの価値は上がるしねっていうのが見えるんで、なんていうんですかね、まあ、そういう意味で言うとある意味間違い探しをしてるんですよ。本来だったらこうあるべきところのできてないところをビルを見つけてきて、それをちゃんと正しく戻してあげると。でもいっぱいありますよね、まだ東京に。そう、それはあってはあまり良くないんですけど、でもよく見かけます。そういうのが放置されてるビルがあるんで、そういうところをちゃんとしっかりとやっていくことによって、まあね、ある意味その社会貢献というか、やっぱりインフラのものをしっかりと使っていける。だからあんまり我々としてはどちらかというと、なんかこのね、取り壊して新しいものを建てるっていうよりは、そうやって古くてちょっと生かされてないものをしっかり手入れていくことによって、もう少し長持ちさせて生かしていくっていう方が好きに関してはございます。リノベーションなんですね、はい、分かりました。あとちょっとオフィス需要、皆さんね、投資家の方気になってると思うんですよ、コロナで今後どうなっていくのかって、はい、ここはどのように見てらっしゃるんでしょうか。そうですね、これもちょっとオフィスマーケットといっても、まあ2つの側面があって、はい、まずシンプルな方で言うと、うん、不動産の売買のマーケット、オフィスって言っても借りるっていうマーケットと売買のマーケットっていうのが当然、はいはいはい、違うマーケットがございまして、まずその売買のマーケットから言うと、今世の中ってすごいお金が余ってるんです。そうですね、なかなかね、その個人としてはね、実感があまりないし、うん、そのお金が余ってるって何なのと思うかもしれない、はい、ニュースでたくさん聞きますよね。でもねニュースで聞くし、よくわからないけど、いや最近牛丼まで値上げしたねとか、石油高いよねとか、まあ、いろんな値段が上がってきてて、でその裏返しにあるのは結構お金が余ってジャブジャブすられてます、はい、でそれは日本だけじゃなくて世界中でそういう状況が起きてるんで、今皆さんそういうお金をどこに投資したらいいのかっていうのを一生懸命探してます。でそういう中で言うと、日本っていうのは比較的コロナの影響も小さいし、はい、マーケットとしても安定しているということで結構評価が高くて、その世界的にも注目されているマーケットなんです、だから去年ぐらいから結構なお金が入ってきてて、不動産の売買のマーケットは非常に活況で、そんな値段で売買されるのみたいな感じになってる。
で一方でじゃあ実需のオフィスを使う人たちはどうかっていうと、やはりこのコロナ禍の中で、まあ、リモートワークであったりとか働き方の見直しっていうのが起こってるんで、若干この縮小均衡っていう需要は減ってるんですよね。だから場所によってはその空室率が上がってますとか家賃は下がってますっていうのがありますと。ただこれも我々が持ってるビルっていうのは実は大体そうですね、まあ、10億円から30億円ぐらいのビルが多くて、まあビルでいうとワンフロアがせいぜい30坪とか、うん、まあ、大きくても50坪ぐらい、そしたらその30坪のテナントさんがリモートワークするためにじゃあ10坪のオフィスに移るかって言ったら移れないんですよ。そうですね、もうそもそもそんなこと言ってる場合じゃなくて働けって、うん、そうですね、結構その解約が出てるのはやっぱり立派な大型のオフィスの人たちが、やっぱりこの1000坪2000坪借りてる人たちがじゃあちょっと300坪にしましょう500坪にしましょう、まあ、もしくは100坪借りてた人が30坪のオフィスに縮小移転しましょうっていうことで来るんで、我々が扱ってる不動産でいうと正直あんまり影響はないです。ああ、そうなんですね。ただまあちょっと家賃は若干下がってるっていうのは確かにあるんですけども、うん、そのポートフォリオで見るとそんなに大きな影響はないなっていうのが正直なところですね。ああ、そうなんですね。分かりました。で、まあ、ここまでねお話を詳しく伺ってきましたが、はい、岩野社長のこう座右の銘って教えていただいてもよろしいですか。はい、そうですね。これちょっとね硬くてあれなんですけど、二宮尊徳、二宮金城さんが、はい、はい、まあ、言ったと言われるって言って、まあ、本当に言ったのかどうか怪しいんですけども、道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言であるっていうのがあって、まあ、要はその経済ってあるものをちゃんと道徳がないといけない、まあ、要はこれは結構自分の会社作った時のマインドにも近いんだけど、言い方悪いけどお金儲けってまあ手段選ばなければいろいろやり方って多分あるんですよ。おっしゃる通りですね。だけど我々が会社作ってやる以上はやっぱ誰かのためになりたいし、その中でウィンウィンになってハッピーな上でやっぱりビジネスしたいっていうのがあったんですよね。だからそういう意味で言うとやっぱりビジネスもしたいけど、それはちゃんと誰かのためになってないといけないし、かといってね夢だけ語って全くビジネスにならないことを言ってても、はい、これはまあ意味がないとまでは言わないんですけども、やっぱりその経営する上ではやっぱりそのそこの両輪がちゃんと回ってないといけないんで、やっぱり自分たちとしてはやっぱりこのビジネスをする上で、まあ、しっかり利益も上げたい、でもそれは社会貢献もしたい、まあ、なんならば世の中もちょっと変えていきたいというところがあって、特にクラウドファンディングなんていうのはもしかしたらそのインフラ全体を変えれる可能性もあるビジネスなので、それはもう長い目で育てようというところで選んでビジネスを、まあ、そういう意味でそこの座右の銘とちょっとそうなんですね。なんかここまでねお話をじっくり伺ってきて、本当にこの座右の銘もこう岩野社長の人柄がにじみ出てるようなね、座右の銘かなと思いました。あと好きな書籍も伺ってもよろしいですか。そうですね、たまたまですね自分の大学の同級生で伊予田辰成君とか500のたって書く、はい、珍しい名前なんですけど、彼が結構コミュニケーションの本をいろいろ出してて、はい、で僕やっぱりこのビジネスってベースはやっぱりコミュニケーションかなって非常に感じるところがあって、特に不動産ってのはねみんな言うんですよ、これ不動産って効率化できないかとか、不動産ってなんでみんな100億のビルをオークションでネットで売ってこうやってマッチングするようにならないの、で実際ならないんですよ、はい、でこれって結局はやっぱりその100億円の不動産を動かそうと思ったらみんないろんな事情があって、もう願わくば人に言いたくないぐらいの、なるほど、売ってることも言いたくもないし誰に言ったかも言いたくないし、こっそりやりたいみたいなのがやっぱりいろんな事情あるんですよ、でそういう時ってもう本当コミュニケーションの世界で信頼されてるところに情報も集まるし、やっぱりそういうところからどんどんやっぱりビジネスとして大きくなるんですよ。自分からするとやっぱりこの不動産のビジネスを扱う上ではそのコミュニケーション、相手が何を考えてどう行動して次何をしたいのかっていうのをやっぱり紐解いていくことによってやっぱりビジネスっていろいろ見えてくるなっていうのが思いますし、まあその伊予田さんの本でいうとちょっとその兄弟型みたいなのがあったりして、意外と人間って兄弟生まれ育った環境、長男っていうか一番上なのか真ん中か末っ子で結構キャラクターがどうしてもそれが影響が出てしまうみたいなのもあったりして、そういうのもちょっと生かしながらちょっとビジネスとかを。そうなんですね。なんか株式投資はだいぶ、ね、こうオープンになりましたけど、はい、不動産って同じ金融でもやっぱり情報がクローズドなんですよね。クローズなんですよね。だからこれも、まあ、言ってること若干矛盾して、自分たちであそこをある意味オープンできるようにクラウドファンディングをやってるところもあるし、でもさわさわりとってそれは 100% オープンにはならないというところはやっぱりこれ人と人とのコミュニケーションの世界なんで、そこはやっぱりその人に好かれるように情報が集まるようにやっぱりビジネスしていくっていうのもこれは大事なことかなとは。素晴らしいですね。ビジネスのこう矛盾に向き合いながら過ごされているということなんですね。ありがとうございます、はい、でここまでね御社の非常に魅力と、はい、岩野社長の、ね、魅力にも迫れたのかなと思いますので、はい、第2部ではですね詳しくクラウドファンディングの事業とさらに業績の内容について伺っていきたいと思います、はい、引き続きどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。